はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回もね、霧島使っていきましょう。今回も？ん？今回は？というわけで解説していきます。目の前にデックがいますね。まずは効果使って、ベータ決めていく。オッケー？あとガンマは決まらないね。しょうがないね。霧島はもうね、最初に効果使ってバンバン攻めちゃって大丈夫です。とりあえずボックス漁っていきましょう。まあ、レベルが上がらないとどうしようもないので、まずベータのレベル上げていきましょう。僕的にはね、ベータがお気に入りですね。まあ、なんかガンマとかアルファ上げの人もいるらしいんですけど、やっぱベータが一番まあ、対空安定するかなっていう感じです。さあ、デックが近づいてきた。デックに出して、ベータ。もう一回？もう一回行くか？もう一回行くか？もう一回行くか？うん、ちょっと入り乱れてるね。アルファ？んで、ちょっと入り乱れてるけど、ベータ決めていく、オッケー。そしたら起き上がり際のガンマ決まっていく、オッケー。これ逃がしたくないね。さあ、ここでアルファで追従するも、デクには逃げられてしまう。もうしょうがないね。こうなったら、とりあえず物資を漁っていきましょう。味方が開けてくれた物資をいただいていきます。まあ、全部は持っていきませんね。さすがに申し訳ないんで。さあ、ベータがレベル5になりましたね。爆豪が近くにいて、味方のダビの罠にうまい感じにはまって、僕が最後ガンマでフィニッシュしました。ナイス。さあ、これ核入れていきたいですね。おっと、つゆちゃんに起こされてしまう。これはベータ？ベータ？アルファ？逃がしたくないですね、これはね。これ逃がしたくないから、起き上がり際にガンマ決めていく、オッケー。で、つゆちゃんがまだ近くにいるね、一応ね。ただ、爆豪のことは逃がさずにフィニッシャー仕掛けていきましょう。さあ、これ効果中ですね。フィニッシャー弾かれないんですよね。だからね、気にせずフィニッシャー仕掛けていきます。なんとね、敵の攻撃を無効化するっていうね。ヤオモモとか、そういうね、強力な吹っ飛び系以外は、フィニッシャーね、止めることができません、霧島の。だからしっかりフィニッシャー決め切って、まあ、個性カードレベル8にしましたね。いや、早めにレベル9にしたいね。レベル9にするとね、射程距離アップするんで、レベル9にしてガンガン攻めていきたいところなんですが、まだ溜まっていませんね。最後のデックを追い詰めていきましょう。さあ、逃がしたくないですね。これはアルファで追いかけていきます。逃がしたくないですよ。オッケー、デクいるね。捉えた。オッケー、ダウン持ってく。ナイス。ベータ、吹っ飛ばして草むらでフィニッシャー。オッケー、ここでの戦闘は勝利。ナイス。さあ、じゃあ、個性カードを回収して、ベータをレベル9にしましたね。そしたら、ベータの次、ガンマ上げていきましょう。目の前にトカちゃんがいる。ベータ決めて。で、これもベータ決めなかったね。しょうがないね、これはね。オッケー。これ逃がしたくないので、ベータで追い詰めていく。これ、トカちゃんにコピーされたんですけど、霧島バグ使われちゃうんでね。早めに仕留め切っていって、効果使っていって、の、ダビが周りにね、炎を仕掛けていますね。これはトカちゃん仕留め切っていきます。はい、オッケー。木にぶつかって弾け飛びました。さよなら。オッケー。であとはダビ1枚残っているんで、ダビを追い詰めたいんですけど、一旦体力をね、回復していきましょう。ポーション飲んでいって、ダビの位置がちょっと分かっていませんが、まあまあまあいいでしょう。この近辺にはいるはずなんですけど、味方も落ち着いてるから、一旦ここは戦闘終わりっていう感じかな。オッケー。さあ、水難エリアで別の敵が来たんでね、また戦っていきましょう。仲間のカバーしに行っています。なんだあれは。マウントレディがいますね。マウントレディガンマで弾け飛ばしてからの追いかけていって、ベータ押して、これはまたベータで追従していく。これ逃がしたくないですね。その後アルファで追従して、マウントレディを追い詰めていきたいですね。さあ、結構近いぞ、距離は。距離近いぞ。これは逃げ切られてしまうか。いや、ガンマでダウンまで持っていく。逃がしませんよ。霧島追いかける能力高いからね、多少脳筋でも勝てちゃう。それが霧島ですね。さあ、マウントレディを弾け飛ばして、あとはイバラちゃんが別パーティーとして訪れてきましたね。こちらに。いらっしゃいませ。地獄へようこそ。体力回復してからの、効果がもう溜まってるんでね、いいタイミングで効果使って攻めていきたいところではありますね。これイバラちゃんの裏取れてるね。裏取れてくる。ベータ？これベータ？避けられる。ベータ、うまいですね。うまいですけど、このガンマは避けれない。こうベータ避けてくる敵に対してはガンマ使う。で、ここで個性効果使って敵を追い詰めていきましょう。アルファ。オッケー。このね、ローリングに対してね、アルファとガンマがめっちゃ強いんで、敵がもしね、ローリングめっちゃ上手いプレイヤーだったら、もうベータ当てれなかったらアルファとガンマで追い詰めていきましょう。さあ、ここ逃がしたくないですね。追いかけていって、ベータ。これ避けられる？ベータ。はい、また一回、もう一回ベータ。はい、アルファ。で、アルファで追従していって倒していく。オッケー。あともう少しで多分削り切れるね。これ逃がしたくないな。攻撃を受けて、ベータオッケー、決まっていく。ナイス。さあ、仕留め切っていったので、あと残りの敵を相手していきましょう。オールマイトが来ましたね。このオールマイトは別パーティーっぽいので、
一旦スルーして回復巻いていきましょうか。ちょっと危ない状況なんでね。あのイバラちゃんちょっと厄介だったね。ただうまくねアルファとガンマを当てて最後ベータで削り切っていきましたね。ナイス。さあ体力全体回復巻いていってダビを起こしてしまいましょう。さあダビ復活。目の前にトドロキくんがいるんですけど、まあまあまあ起こさせてもらいましたね。危ない危ない、ギリ起こすこと成功しました。トドロキくんこの近辺にいるのでガンマ使って追い詰めていくが、ちょっと逃げられちゃいましたね。霧島はねマジで引いたら負けなんですよ。もうどれだけゴリ押せるか、もう自分を信じてゴリ押す、それが大事です。さあダビに対してダメージ与えていく。さあ個性カード奪っていきましょう。これガンマ上げちゃおう。ガンマがレベル9になったらねまた一味違うからね。さあ、トドロキが目の前にいる。ベータ？はい、関係ないよ。氷とか関係ないからね。はい、ガンマ？で、仕留め切って、ナイス。さあ、これ倒し切って、個性カード回収しちゃいたいですね。ついでに体力も回復しちゃいましょう。個性カード回収完了で、ガンマとアルファを上げていく。いや、だいぶ強いよ、もう。さあ、効果使って、オールマイト逃げていく。ケンドちゃんが目の前いますね。ケンドちゃんに対しては、ガンマ使って、ダウン持っていく。オッケー。ケンドちゃんにもガンマ通じるんよね。さあ、フィニッシャーしちゃいましょう。フィニッシュして今度はアルファ上げていきましょう。このねアルファが上がるといいのが敵をね追従する能力が上がるんですよね。でガンマ上げるといいところは近距離戦めっちゃ強くなる。近距離戦マジで無敵になります。はい、だからガンマもね結構優先しなきゃいけないしアルファも優先しなきゃいけないんですけど、まあ終盤勝ち切る能力はベータからのガンマ上げの方が強いかなって感じです。さあマウントレディにガンマ当てて弾き飛ばしていきます。ちょっと一旦これは逃げちゃいましょうか。引いていっての体力回復全体回復巻いていきます。またダビがダウンしてしまう。これはしょうがないですね。さあおちゃこちゃんに回復をして、まあこの後もね戦っていきましょう。継続的におちゃこちゃんの体力回復マックスになったんでねこれ戦えるはずです。目の前にダビがいるのでベータを決めて、その後ガンマ決めて、逃がしたくないですねこのダビは。でダビがなんか蘇生しているのでこれベータ、オッケー。ベータ決めてマウントリーに対してもこれガンマ決めてオッケー。ダビにも決まったね。さあダビがマジで瀕死だと思う。あダビまだ生きてるか。ダビ生きてるんですけど僕も瀕死なのでちょっと引いていきましょう。引いて回復します。で味方のダビが起き上がりましたね。まあ状況的には全然悪くないなっていう感じです。全体のシールドを巻いて味方の体力回復していきます。僕もちっちゃい体力ねどんどん回復していって、まあ完璧な状態にしてからまた次の敵を迎え撃ちたいところではありますね。目の前はもうどっか行ってしまいましたかね。オッケーナイス。おっと別のパーティーが現れた。目の前にいますね。なんかいますね。爆豪が、あの爆豪をベータで仕留め切りたい。いやつゆちゃんに当たる。爆豪は逃げるけどこれは追いかけていってアルファで追従、逃がしたくないよ。これはローリングしてるけどガンマが当たる。オッケーで、アルファ次ベータ、ベータ行ってもう一回ベータ行って爆豪瀕死。これはどうする。効果使ってからのアルファで追従、逃がさねえぞマジで。ここガンマ当たらない。でもこの後のまだベータとねアルファがあるんでね、この地獄の組み合わせあるんでね、逃げ切られました。なんと逃げられました。まあしょうがないですね。とりあえずシールド回復してからまた次のパーティー迎え撃ちましょう。爆豪と死柄木が上がってますね。ってことはあの爆豪まだ回復できてないのかな。味方がビル上にピンを刺してくれているのでビル上に攻めていきましょう。そしたらね奥のビル上になんか別のパーティーがいますね。オールマイトかな。オールマイトと爆豪がやり合ってるね。あっち詰めちゃいたいですね。うん、結構好きだ。めちゃくちゃいっぱいいる。ここチャンスですね。ここで特殊アクション使って無双できますね。オッケー、特殊アクション使って、イバラちゃんが目の前いる。ベータ決めて、イバラちゃん、じゃマウントレディにガンマ決めて、イバラちゃんをベータで、このイバラちゃん、さっきのうまいイバラちゃんでね。ちょっと待って。アルファで追いかけて、これ逃がしたくないですね。ガンマ、イバラちゃん瀕死、アルファ、これ逃がしたくないよ。うまいな、避けんの、マジで。マジ避けんの、うまい。で、噛み合わなくて、なんとか吹っ飛ばすことに成功。で、イバラちゃん体力回復巻いてますね。これ回復させたくないんで、追い詰めていきましょう。追いかけて、アルファ決める。オッケー。瀕死で、これは一旦ちょっとね、離れちゃって、あいつも多分死んじゃうんでね、勘違いで。はい、お亡くなりになりましたね。これでオッケー。状況的には悪くないよ。結構うちのパーティーも物資集まったんじゃない？で、イバラちゃん倒しきって、個性カードアルファ上げて、アルファもレベル7まで来た。できればマックスにしたいけどね。まあ、レベル7でも十分強いです。アルファってね、マックスまで当てると確かね、180、90ぐらいダメージ与えられるんで、結構でかいダメージソースではあるんでね。はい。上げることも結構大事です。しかも3発になるしね。オールマイト VS 霧島。オールマイトどこ行った？これ逃がしたくないね。個性ね、効果使ってるんでね。
マウントリーで目の前にからガンマ決めてシールドパーリーン割っていって、ちょっともう効果がもったいない気もするが、ダビの炎を食らってしまう。これ適当にガンマ打つ、そしてダビに当たってしまう。オッケーナイス。ダビに対してアルファでアンチガイまで吹っ飛ばしていく。オッケーナイス。でもこの時点でガンマ溜まりましたね。ただ爆豪に撃たれてしまったので一旦回復を巻いていきたいところですね。一旦回復巻いていきましょう。体力回復、全体回復巻いています。そしたらマウントレディに襲われるっていうね。これガンマで一旦牽制するが、マウントレディ近くにいませんでした。これベータで弾き返して、ちょっとポジが嫌だな、嫌なポジだな。シールド回復巻いていこう。またちょっとダビがねダウンしちゃったんで、ダビが今起き上がりました。このシールドが間に合えばダビを救うことができる。オッケー、救った。そしたら隣にダビがいたから、別のダビがいたからしっかりダウン持っていく。オールマイトとマウントレディと、まだ爆豪とかデクもいっぱいいますね。デクはいないか、ついちゃうか。ちょっと衣装が紛らわしい。さあ個性効果使って爆豪に出してガンマ決めようとしたけど失敗しましたね。でも爆豪ダウンしたね。さあオールマイトかプルスウルトラ決まった。オールマイト何人いるんマジで、めっちゃいるように感じるね。さあオールマイトに対してアルファ打つも、スーパーまで避けられてしまいましたね。これはしょうがない。ガンマ打って、これも避けられる。うまい感じに避けられてますね。これポジがバレてるので一旦ちょっと引いていきたい。味方のダビーのねこのね炎の中で回復しましょう。オッケー、体力回復開始して、味方のおちゃこちゃんも隣で回復している。仲良くしましょう。さあ全体の体力回復を発動して味方の体力も回復しちゃってからの戦闘を仕掛けていきたいですね。もうだいぶ僕らのパーティー今有利なんじゃないですか。オッケー、マウントレディとオールマイトが若干厄介ではあるが、このままねうまくいけば勝ち切ることができるとは思います。おっと、味方の体力だいぶ削られてる。どういうこと、めっちゃ削られてね。ちょっと危ないんじゃないか。つゆちゃんとオールマイトにダブルヒット。オールマイトをもう一回弾き飛ばして、で味方のうち一人がやられてしまう。でマウントリーに対してこれガンマで撃っていくが、ちょっとこのまま核いられちゃいましたね。しょうがない、僕もだいぶ体力持ってかれていって、なんと一人になってしまった。これもしかして1対1対 1?4 人チーム全員一人なのではないか。熱い戦いオールマイトが同じ家に入ってきましたね。さあもう建造物侵入罪でしばきます。死刑です。というわけでオールマイトを追いかけて倒したいですね。まあでも一旦その追いかけなくてもいいのではないか。つゆちゃんが横にいるが、なんかいい感じのポジション取れてるぞ。オールマイトとマウントレディが一生戦っているっていう感じですね。これガンマでオールマイトダウン持っていくかわいそすぎる。この茂みのオールマイトが全部バレてるってね。ここで起こしちゃいます。今ねつゆちゃんとマウントレディ戦ってるんで、ここで起こします。まあ、こういう判断大事ですよね。あ、多少アンチダメ食らってもいいから起こしちゃう。でおちゃこちゃんを使って、うまく使って勝ち切っていきたいですね。ダビは回収できてないからね、しょうがないです。まあ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 、致し方ない。さあガンマをマウントレディに決めていく。この後ベータ決めていく。マウントレディ瀕死、どうする、どうする。この後さあベータで追いかけていって、その後ガンマでマウントレディ撃ち落として、つゆちゃんも当てて、いいガンマ入ったね。マウントレディアンチガイでダウン。あとつゆちゃん1枚、これ勝てんじゃないの。シールド回復巻いていく。つゆちゃんどこ行った、上行ったね今ね。体力回復とりあえず味方に起こしてあげてピンさせて、おっと上でつゆちゃんが起こしている。起き上がってんのか俺は。あ、爆豪が起き上がりましたね。非常に嫌です。つゆちゃんに対してベータ決めて、爆豪に対してアルファで追従。オッケー、アルファで爆豪を追っ払ってからのアルファで帰る。はい、帰ってシールド巻いていきましょう。体力巻いてもシールドがないね。ついちゃん来たから、これは個性効果使ってあげてのベータ決める。オッケー、ついちゃんの攻撃も食らっちゃったね。でガンマでついちゃん倒していく。オッケー、あと爆豪、爆豪は上いるね。上の爆豪に対してベータガンマダウン持っていく。体力11で勝利。熱すぎる戦い、これは。やば。何この激アツマッチ。とりあえずの体力を回復してあげて、爆豪にフィニッシャーしちゃいましょう。どこ行った、どこ行った、あ、いたね。さあ、フィニッシュ。ラスト。いい試合だ。これはいい試合だ。はい、というわけで今回ね、霧島を使っていきました。いや、結構ダメージとキル出したんじゃないかなっていう感じです。いやー、久しぶりの霧島。めちゃくちゃ楽しかったです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしく。はい、ナイス。